私たちは太陽光や風力などの再生可能エネルギーを電力として貯蔵し活用するために欠かせない大規模な蓄電池。中でも安全で安価、資源豊富な材料で構成される水系の蓄電池に注目して研究を進めています。その特性改善に向けて電池作動中の状態、水位を観察するこれまでにない その場測定技術の開発に力を注いでいます。2019年のノーベル化学賞に輝いたリチウムイオン電池は高いエネルギー密度と長寿命を有する素晴らしい電池ですが大規模用途になると安全性やコスト、資源的な制約が問題になります。私たちは乾電池に使われている亜鉛や空気中の酸素といった 古くから検討されている物質に改めて光を当て、これまで蓄電池に使えなかった原因を探り、特性改善を試みています。例えば、乾電池の亜鉛は形状が変わってショートを引き起こすために充電することができませんが、安価で優れた材料です。私たちは、光学系観察と X 線解説を組み合わせたその場測定技術を開発し、 充電中の亜鉛電極の作動メカニズムを解明し、数十回から数百回の繰り返し充放電が可能な条件を見出しました。また空気中の酸素は無料で誰でも使える魅力的な材料ですが、効率的に放電に用いることすら難しく、充電できる蓄電池への適用は検討が始まった段階です。私たちは 発生するガスや抵抗成分のその場測定を用いて酸素の反応を調べ放電と充電では電極内の異なる部位が機能していることを突き止めました今後はこれを電極設計に反映し高度化を進めていきますまた世界最高強度を有する国の中性子ビーム施設を利用し実用電池の 劣化現象に対する理解も深めています。蓄電池技術は社会に高いニーズがあるため、私たちは国のプロジェクトや企業との共同研究を積極的に進め、国内外の学会活動等も通じて成果を社会にフィードバックしています。研究の進展には、うまく動かない原因は何だろうから出発して、どうしたらできる もっと良くするには何が必要と好奇心を持って取り組むことが大切です。将来的には再生可能エネルギー活用だけでなく、災害時の非常電源や電動車の分野でも必要になる大型蓄電池の実現に向けて歩んでいきます。